図書館の中にこんな部屋があるなんてな。まさかここがリサさんが言ってた禁書エリアってわけじゃないよな。うーん、それにしては雰囲気がそれっぽくないよな。それとも物語によく出てくる人に知られたらまずい秘密を隠してるから立ち入り禁止にされた謎の部屋とかか。それもそうだな。さっきは普通に入れたし、ロックが壊れたとかでもなさそうだよな。あれ？待てよ。このドア、オイラたちがさっき入った時に通ったやつと違うぞ。うわあ！ここって本当にまだ図書館か？そんな構造になってたのか。すごいぜ。って違う！どう考えてもありえないだろう！リサさんがお休みじゃなきゃ聞けたのに。まあせっかく来たわけだし、別に危ない要素もなさそうだから周りを見て回ろうぜ。新しい場所に来たらまずは思いっきり自由に探索すること、これがいいガイドになるための秘訣だぞ。ふふ。ぬいぐるみだ！すっごくかわいいぞ！モフモフで触り心地も良さそうだな。でも一体誰がここに置いたんだ？
恐れを知らぬ旅人よ、よくも我が城に侵入したな。全員食べてやる。ガオま、ほっとこうぜ。かなり広そうだから他のところも見てみよThank you.
剣で、ふっと、や、へい、ふっ、ざ、は、ふ、炎の盾、ふ、五時の炎、ラグシャのリン、おとなしくしな、影を撃つ、邪悪を狩り撃つ、で、落ちる、貫こう。守るよ。邪魔をするな。剣で月のように永遠に。よ。争点、潔白を証明するとき。そこまでだ。つい。それ。おや、お客さんが来てたのか。ここですごく長く待ってたのに誰も来てくれなかったんだ。少し休むだけのつもりがソファーが気持ちよすぎてつい眠り込んじまった。
そうそう、ぬいぐるみは喋るものだからな。待て待て、こういう時はまず自己紹介をした方がいいか。二人ともこんにちは。俺は俺って誰だっけ。え、そんなこと聞かれても。お前寝ぼけてるんじゃないのか。真に受けるなって、冗談だぞ。ちなみにオイラはパイモン、こいつは旅人だ。ふう、入ったら何かを忘れてしまう謎の部屋ってわけじゃなさそうでよかったぜ。ごめんごめん、寝すぎたからかずいぶんたくさん夢を見てさ、どこまでが本当に経験したことかってこともわからなくなってるんだ。そうだな、確か今の俺はドアボーイで、ここに来るお客さんを出迎えるのが仕事だったはず。うん、お客さんたち、俺のことは狼くんって呼んでくれ。夢ならどれも本当に経験してはいないんじゃないか。夢っていうのはお前が想像したものだろ。想像したものって本当に経験したことじゃないのか。お客さんは物知りなんだな、俺にはわからないぞ。恐ろしい呪いにかかって、溶けない氷に心臓を封印されて、果てしない雪原で寂しさに耐えた日々。薄い霧がかかった森の中で白木場と一緒に遊び、金色の蝶を追いかけて月の映る川を渡った毎日。そして凱旋する軍隊の一員として、クラッカーの紙切れを浴びながら、女王陛下から勲章を授かる遠くない未来の栄光を想像したあの日。俺にとっちゃどれも本当に経験したことと何の変わりもない。直近の夢も覚えてるぞ。見違えだ別れになった花園の中で、魔女の姉ちゃんが俺にこう言ったんだ。これからあなたはドアボーイよ。ちゃんとお客さんをもてなしてあげてね。そしたら俺はここに来てたってわけさ。で、さっきも言ったけど、ずーっと待ってようやく二人のお客さんを迎えることができた。これでやっとドアボーイとしての責務を果たせるな。他に何か聞きたいことはあるか？お前が言ってた魔女の姉ちゃんって誰なんだ？夢の中のキャラクターっぽいけど、なんか不思議とそれだけじゃない気もするぜ。魔女の姉ちゃんは魔女の姉ちゃんさ、お客さんもお客さんだろ。魔女の姉ちゃんと友達。ああ、そうそう、魔女の姉ちゃんの友達も魔女だったんだ。みんなすごい魔法を知ってたぞ。創造の魔法、それに幻の魔法。羽ペンで魔法を使ってた魔女の姉ちゃんは不思議なインク瓶を持ってて、中には幻想の真実が入ってたんだ。こっそり舐めてみたけど、すっげえ苦かった。でも他の姉ちゃんたちはその魔法が気に入ったみたいで、創造の魔法を使って幻想の真実を真実の幻想に変えてたな。一体どうやってやったんだろう。俺にもよくわかんねえや。だって
ただのぬいぐるみだしな。考えるのに使う部分はきっと綿と毛糸でパンパンだ。他に何か聞きたいことはあるか？オイラたちは図書館にあった今まで開けられなかった扉の向こうからやってきたんだけど、ここは一体？ここは招待されたお客さんだけが入れる特別な部屋だ。二人ともおめでとう。二人はこれで資格をゲットしたってことだから、他の友達を招待することもできるぞ。そうそう、すぐ片付けて温かいお茶とデザートを用意するからな。デザートは甘めのやつでいいか？うん。で、違う、オイラはここは一体どこなんだってことを聞きたかったんだ。オイラたちはまだモンドにいるのか？おー、難しい質問だな。ここは魔女の姉ちゃんが魔法で作った部屋で、俺には魔法がわからないし。でもドアボーイとして保証してやるよ。ここは安全で居心地のいい場所だってな。二人がここで楽しく過ごせること祈ってるぞ。他に何か聞きたいことはあるか？お客さんのパフォーマンス本当に最高だったぞ。つい見とれちまった。で、パフォーマンス？うん、魔女さんが言ってたんだ。物語の本にあるページはそれぞれが現在の一部なんだってさ。きっとお客さんは特別で、だからこそ物語の主人公として舞台で華麗なパフォーマンスを披露できたんだと思うぞ。手に汗握る戦闘シーンってのは、一部の物語にとっちゃ欠かせない香辛料みたいなもんだからな。もちろん俺もそういう話が好きだ。もしお客さんの華麗なパフォーマンスを本にするとしたら、どんなタイトルがいいだろうな。戦記、激戦録、制服記、それとも戦闘編？どれも捨てがたいな。とにかく、もしお客さんがこれからもみんなにさっきみたいな素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるなら、いや、ぜひ見せ続けてくれ。そして現在の物語のページをどんどん残してくれたら嬉しいぞ。他に何か聞きたいことはあるか？謎は深まるばっかりだぜ。でも狼くんも悪いやつには見えないし、きっと大丈夫だよな。それにテイワットを旅するにはやっぱり度胸がないとな。わおー、冒険者っぽいセリフだな。ひひ、当たり前だろ。オイラたちは正真正銘の冒険者だからな。ドアボーイとして俺ももっと頑張らないと。疲れたお客さんに休憩の場所を提供して、元気いっぱいで新たな冒険を始めてもらえるように努力するよ。お客さんたちももし疲れたらここに戻って休んでくれよな。俺がもてなしてやるぞ。調子はどうだ？これからの戦いで疲れすぎて倒れるなよ。精神をいい状態に保つのは体にもいいらしいぞ。槍術は最も得意な分野ってわけじゃないけど、戦闘中は君を全力で守るよ。遠出の前に
私はいつもハウス・オブ・ハースの子供たちに宿題をいくつか残す。私が家を離れた後、多くの子供はまず思う存分遊ぶ。帰る日が近づいてくると、やっと慌てて宿題に手をつけるんだ。あの子たちはうまく隠し通せたと思い込んでいるようだが、ただ私が言っていないだけのこと。しかし期限間際に宿題を終わらせるのも一種の実力だ。それを厳しく責め立てるつもりはない。準備がまだ終わってないからもうちょっと待っててくれ。もしよかったらもう一回舞台に上がってパフォーマンスを披露してくれ。報酬として宝箱からおもちゃの勲章がもらえるぞ。厄介な敵なら私に任せてくれればいい。誘いを受けてここまで来た以上、あんたがやりたいことに力を貸すよ。舞台上と舞台裏どちらを担当するかってことについてはあんたが指示してくれ。私の戦いの途中で休む機会が与えられるなんて、私にとっては珍しいことだ。そんな習慣はないからな。だがあなたのペースに合わせるとしよう。今回は私の単独行動ではない。何はともあれ、ここは休憩所として申し分ない場所だ。火に気をつけろ、助太刀参上。後悔しても遅いぞ。天へと舞い、や礼をわきまえる虫けらぎ。それ呪言律令。や今に勝てよ。呪言チョック有限なるライフ律令呪言チョック属性を見下ろす。やっ、君ごとき僕を直視する気か。
頂点。悪を見極め、影を刈り尽くす。無我の境地、見切りました。テッ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 射撃準備。邪悪を刈り討つ。欲張れ、おとなしくしな。権限、ここより登る。パフォーマンスも順調みたいだな。もしお客さんが新しいパフォーマンスのコツ、つまりかっこよくて優雅な姿勢を学びたいなら、友情の証として宝箱から獲得したおもちゃの勲章と交換しよう。友情っていいもんだよな。この単語を聞いただけで心も胃袋も温かくなる気がするよ。オイラもそう思うぜ。胃袋も温かくってところがちょっと気になるけどな。話を戻すけど、おもちゃの勲章と交換って言ってたよな。おもちゃなのにそんな価値があるのか？信じることさえできれば、おもちゃの勲章は黄金だって超える価値を持つようになる。それこそが幻想の魔法のコツなんだって魔女の姉ちゃんがよく言ってた。俺にはよくわからないけど。ま、パフォーマンスのコツも魔女の姉ちゃんに願い事をすることで手に入る知識だから、姉ちゃんがそれでいいならいいんじゃないか。それでも安心できないぞ。だって物語じゃよくあるだろ、軽い気持ちで魔法使いに願い事をしたら後から払えない代償を求められたり。お客さん、何の心配もないって。第一、そもそも魔女と魔法使いは違う。それに代償にはおもちゃの勲章を支払うんだからさ。そうなのか？そうさ。それに魔女に願い事をするのはこの俺なんだから、仮に他の代償が必要だとしても払うのは俺だろ。俺もお客さんのパフォーマンスが好きだからやりがいがあるさ。あれ、そういえば物語の本の白紙ページはあと何枚だっけ。ああ、二人は心配しなくていいぞ。たとえ今の分全てが埋まったとしても、後からまた新しい白紙が追加されるからな。楽しみにしてるぞ、全てのページが物語に満たされる日を。私とカルタで勝負をしませんか？暇な時間を潰せる上、息抜きにもなり、また私も腕を磨くことができます。ただ
最後の商品であるお菓子を外から持ち込むことができるのか。うん、なら神王のもとで勝者を祝うとしましょう。覚悟はできましたか？休憩中、たまに私が綿棒を外すのを見かけるかもしれないが、ここは暇すぎる。別にせかしたかったわけじゃない。私とカルタ、ただの途中で休む機会が。だが何はともあれ、無駄だ。呪言律令、雑魚ども風よ、ドタセット、ダハッ、西洋なで、セここだ、無能、くだらない、天へと前、図が高い、せ、十分、雷光いく美しきかな、ジョック、わしに手を出すつもりか、し、お客さんが来たみたい、風よ、これで、礼をわきまえる虫けらが。呪言律令、今に見ておれ、属性を見下ろさん、へい、やった、せっけん、はっ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 、無能、呪言律令、神道の権限、ジョック律令、ジョック、天へと前、君ごとき僕を直視する気合い、
めくれてくだらない律令呪言律令後悔しても遅いぞ消えろ無能ここだ図が高いぞさあ有限なるライフ呪言チョック呪言属性を見下ろせこれでいや身の程を知れ律令お前にやろうくだらない風よはっへいやっふっふっふ君ごとき僕を直視すチョック律令チョック振動の権限律令呪言今に見ておるわめくがいい無能ここだ無能ジランパシューキチョック律令チョックこれで図が高いと呪言チョック後悔してくくだらない有限なるライフ呪言チョック真理は眠らせる力になれるように。すごいな。アツアツでしょはい無双の風シミュレート吸引テスト開始あんみんながそばにいてくれ消えろ無能ここだ行くぞくだらないテスト開始、うん、よし出発だみんなは俺が守れ逃がせる師匠の技を喰らいなさい6308ユニット超拡散形態全力攻撃だわめくがいいここだムーノー安全距離確認6308式ユニットはいみんながそばにいてくザレごとの風くだらない消えろここだ行くぞはっせここだせ
全力攻撃。うん、師匠の技を食らいなさい。吸引テスト開始。6308式ユニット。イカズチ、ふっ、もみじ散らまく惜しみ。みんなは俺が守れ。さよなら。稲光、すなわち永遠なり。ふっふっふっ
行く先を。おやおや、ゲロゲンのチャンス。雲がくカリナ、全力攻撃だ。無我の境地、逃げ道はありません。いつでも出発できる。What?